なんか洋館みたいないるあいたいたいたあ猫ちゃんお前たちなぜいるわあ、猫ちゃん,おちちゃんだおいあまり近寄りすぎるな外猫は皆臆病なんだまずは自分が触ることよりも猫に「親愛」を示すところから始めろ「親愛」そう。 好物を持ってきて目と目を合わせて会話する大事なことだ。そうだな。キャットフルーツを手に入れることができたら猫たちも黙っていられないだろう。あれは希少なもので特殊なルートでしか入手できないが。猫さんとアウラさんと仲良くなるためだもん。絶対見つけてくるよ。あ、でもヒントは欲しいかも。俺もノーヒントで行かせるほど鬼じゃない。飯屋の店員に合言葉を言う。 それも男の方の方に。その合言葉は自分で探すこと分かったかええー、分かった。いい子だ。では行け。あ、アウラさん、行く前に、オミちゃんからお弁当です。今日は遅いみたいだから届けてって。ああ、感謝する。ふっ、オないし、また上達したな。まだいたのか早く行け。はーい、好きなのかなまだ会話が。えー、っと。 合言葉は自分で咲かせって言われてもな、僕はその合言葉のヒントが欲しいよ。えはじめ、わかんないのえ合はわかるって言うのうん。えなんでえはじめ、わかんないのちょっとバカにした表情で2回目言うのやめて。まあ、愛が答えわかってるならいいか。ダメだよそれじゃあはじめ、ずるじゃんう、食い改めます。それはそろてして、ヒントいただけません ヒントが欲しいのじゃあもっと誠心誠意お願いしてくださるふふふ。<laughs> こいつ。愛様、わからない僕のためにどうかヒントをください。今日の夕食のデザートは愛様に差し上げます。よろしい。ふふん、デザートデザート。あ、えー、っとね、ヒントはね。アールさんは直接答えを言っているよ。素直にそのまま聞いたことが合言葉。 あ、これヒントじゃなくて答えだね。合言葉って言えばいいのか。合言葉は自分で探すことか。えあ、そういうことピンポンピンポン、やっとわかったね。じゃあ早速キャットフルーツもらいに行こう。ねえ、じゃあご飯屋さんに行けばいいのかここ入れないの入れるー。入れるけどちょっといいや。とりあえずご飯屋さんね。 はいご飯屋さんに来ましたで男の人だよねいらっしゃいませ合言葉何でしょう自分で探すことお見事ですこちらキャットフルーツになりますキャットフルーツを手に入れたはいはいで会話がよかったね合っててなんでか人間って子供の方がいろんな視点で見れるよね僕も大人になって擦れてしまったのかな そう人によるんじゃない愛は、妙に達観してるというか、結構頭いいよね。ありがとう、照れるね。素直だ。その素直さが身に染みる。<laughs> で、これを持っていくと。はい、で持ってきました。戻ったか。アウラさん。何か言いたげたな。あなたの言った通りでしたね。溶けて何よりだ。その様子だと解いたのは愛だな。うん。 すぐにわかったよ。うう、僕には柔軟性なんてないですよ。そうへこむな。あんなものはただのお遊びだ。さあ、猫たちにキャットフルーツを差し出せ。どこでうおー、すっごいガツガツ食べてる。もうあげたのね。<laughs> 猫さん、かわいい。ねえ、アウラさん、撫でてもいいかなああ、だが食事が終わってからにしてやれ。その分ならすぐになくだ、うん、すぐになくなるだろう。 よかったな。アウラさんが猫好きってなんだか意外です。今朝くれた身代わり人形も確か猫でしたよね。そうだな。猫たちに会うと安心する。なぜなら、猫たちは常に変化し続けているからだ。変化ですかこの島は景色が変わらない。美しい光景の永続化。それもいい。だが、変わりがないのは停滞だ。停滞ほど人間を。 鈍感にさせるものはない。俺はこの島で生活していると怖くなる。時間が本当に止まっているのではないか。俺が過ごしているのは無ではないか、と。だから猫たちに会う。お見返しとピクニックをする。命あるものと接するときだけは、性を実感し安心できるからだ。アウラさん。なんだ心なさそうなアンテッドとでも考えていたかし、心外ですよ、そんなこと。 別に構わない。事実、俺は人を避けているからな。その割に、おみちゃんとは仲いいですよね。あいつは、おみなえしは人とは違う。俺の不幸が適応されない。それって、どういう、それ言おうとしてたやつじゃないまだ聞いてないのかなら、それについては本人に聞け。俺が言うことではない。じゃあ、そうします。そろそろ戻れ。おみなえしが寂しくなる頃だろう。 アウラさんは後から行く。必ず行くからもう少し時間をくれ。わかりました。待ってます。アイ、行こう。うん。猫さん、よしよし、また来てもいいほう。おー <laughs> えー、またご飯持ってくるね。そうしてくれ。猫たちも喜ぶ。じゃあ、また後でね、アウラさん。アウラと親睦を深めた。ええー、なんかそういう要素あんのええー。 会話、会話。猫さんかわいかった。ああ、アウラさんと話してて、猫と戯れるのを忘れてた。また絶対来ようよ。アイもまた猫さんと遊びたいし。そうだね。僕も、この島が怖くなった時また、猫に会いに来よう。ええー、ええー、怖っ、怖っ。あ,あこの子はかわいいけど。ああ、この子めっちゃ怖いな、長いな。 怖いよ。じゃあ、おみちゃんのとこ戻ろうか。はい、戻ってきました。ただいま、おみちゃん。あ、お帰り。あうら兄さん、猫さんたちと一緒にいたでしょうん、いっぱい触らせてもらったよ。ふわふわしてて気持ちよかった。それはよかった。あうら兄さん、ご飯だけじゃなくて、毛のお手入れとかもやってあげているの。きっと猫さんたち、自慢の毛並みを。 もふってもらえて嬉しかったと思うなそうだといいなああうらさんまだ戻ってくるまで少し時間かかるって言ってたよそうなの仕方がないなじゃあここでのんびりしてよっかさっきの話を聞きたいうんおみちゃんさっきの話ずっと気になってるんだけどそろそろ聞かせてよあそうだったね私がさっきなんて言ったか覚えてるえー、っと 僕は鉄の心臓って聞こえたけど、そうよ、正解。私ね、大部分は金属でできているの。それってサイボーグってこと近い、かな金属以外の部分は何でできているのか私もよく知らないけど、お人形なの、人工のね。す、す、すごーいおみちゃんお人形さんだったのすっごくかっこいいね かっこいいなんて言われたのは初めてだけど、そうかなうん、かっこいいよ。それにかわいい。最色見美って言うんだよね、こういうの。ちょっと違う気がするけど。でも、人形だ、なんてね、言われなきゃ気づかなかったと思うな。僕もすごくかっこいいなって思ったよ。私、人間じゃないってだけで、勝手に受け入れてもらえないと思ってた。でも、 言わないとって思ってたの。嘘をついてるみたいで嫌だったから。でも、言ってよかった。二人とも、ありがとう。あはは、おみちゃんはおみちゃんなんだから、お人形ってだけでいなくなっちゃったりしないよ。えへ、ー、ありがとう。嬉しいな。おー、親睦を深めた。それじゃあ、そろそろ森へ行こっか。ちょっとだけ待ってて。私がアウラ兄さんを呼んでくるから。 あ、そっか、さらに奥に行くのか。準備できたよ。みんなも揃ったし、そろそろ行こっか。えーとね、この森をずーっと北に歩きます。一本道だから迷わなくて済むんだ。お見ないしは方向音痴だからな。あー、うら、に、さん。すまない、図星をついたようだ。もう、みんな行こうあうん、行こう。 よしじゃ、こっから、あ、また会話が、えー、はい。どんなところに連れてって、連れて行ってくれるのか楽しみだね。もう森の時点で結構神々しくて圧倒されてるんだけど、ずーっと内緒にされてるもんね。どんなところなんだろう。うーん、森の先にあるから湖とか山とかかなどっちにしても楽しみだね。それにしても景色が変わらないから、 今何時なのか全然わからないな。綺麗だけど不便だよね。時間を忘れて遊んでたら朝とかありそうだね。でもこれだけ、長官ならもはや時間を気にする必要も。どんな楽園だそれ異常だよ。人間の生活じゃない。はじめいや、うん、考えるのやめた。うーん。まあ、そこにある時計は12時を指しているが。 これを先にまっすぐ行くって言ったけどえあ月の土産こっち花畑だってえあ拾ってわー一面のお花畑まるで桃源郷だ こんんなな場所があるなんてアイちゃんとハジメくんとどうしても来たかったんだここに咲いているのはアドニスの花って言ってこのお花で花冠を作るととっても素敵なの作り方はバッチリだよ天使様に教えてもらったものわーい教えて教えてもちろんそれじゃあまずはねおうで冠作るおーかわいい これを、こうかうん、そうそう、次はこうだろうあ、違うよ、こっちだよ。こっちか。あれアウラさんの髪が、いつの間にか三つ、三つ編まれている。これかお見ないしが勝手にやっていたみたいだな。コーラ、よそ見しないの、まだできてないんだよ。すまない、次はどうするんだこうしていると、本当に兄弟みたいだな。 うさぎさんは好き勝手遊んでいるしふふ。<laughs> ねえはじめ見てアイもできたかわいいかわいいおうアイも器用だねよくできてるし似合ってるよえはいこっちははじめの分おうはありがとうアイうんどういたしましてでもせっかく作ったのに枯れちゃうなんて寂しいなうんそうだな花冠は仕方がないけど 一輪だけ持って帰って押し花とかにすればいいんじゃない押し花そうするねえアイちゃんはじめくんアドニスの花の花言葉がなんていうか知ってるうーんわかんない永久の幸福ここは真に桃源郷よ悪魔の介入できない幸せの深淵悪魔この島には悪魔がいるの 天使がいるなら悪魔もいるわ。私ね、いつも幸せをいっぱいくれる天使様に幸せのお礼をしたいの。それでね、花束を作りたくて、よかったら手伝ってほしいなって、悪魔って誰のこととはまだ会ってないのか手伝う手伝う。愛も正義さんにお世話になったから。そうだね。僕にも手伝わせてよ。二人ともありがとう。 いいなこの水の音とかも。はじめ。アウラさん、髪かわいいですね。<laughs> すみません。それで何でしょう。少し話がある。おみないじと相抜きでな。はあ、子供に聞かせられないようなお話なんですかそんなところだ。はじめ、お前にはこの川の先に何が見えるこれ三寸の川じゃないだろうな。え普通に草原が見えますけど。 ただ、異様に物がないですね。こっちには花がいっぱい咲いてて、木もあるのに。おかしいだろうおかしいんだ、この場所はな。実現しないことを理想という、俺はずっと疑問だった、桃源郷とは仮面ではないかと。僕もおかしいと思います。ここだけの話ではなく、昨日だって。暗くて、深い、まるで深淵のような。今思い出さなくていい、怖かっただろう この島の本質は矛盾だ理想を体現しておきながらすぐ隣にはえー、っと常闇っていいのかなが寄り添っているこの場所にほころびを見つけた明日朝もう一度ここへ来い千年の幸福の正体を暴くアウラさんなぞなぞ好きなんですかバカを言うな謎解きをするにしても今日 凶楽でこんなリスキーな謎に手を出すかギャンブルよりもたちが悪いただ何も知らずに今日競技の幸福を手に生きるのは嫌なだけだそれは僕も同じですわかりましたでも愛は連れていきますよ僕は今のところ保護者なので愛から離れるわけにはいかないんです分かっているはじめくんアウラ兄さん 花束ができたからそろそろ帰ろうと思うのだけどあよくできているこれなら正義も喜ぶだろうええー、そうだといいなそれじゃああとは帰って届けるだけだねうん今日は二人にお花畑を見せ見せられてよかったよし天守局へ行こうほう一気に行ってくれないあ行ってくれたあらお帰りなさいおみちゃん 今日は楽しかったはい。あの、お友達と遊びに行くのは初めてですごく楽しかったです。その、どうしたの頑張れ、おみちゃん。今日はみんなに手伝ってもらって、天使様のために花束を作ってきました。感謝の気持ちです。受け取ってくれますかまあ、とっても嬉しいわ。もちろん、ここのよく見える場所に飾らなくちゃね。本当にありがとう。 俺、今とっても幸せよ。ええー、よかったです。私も幸せです。それじゃあ僕たちはこれで。僕たちもすごく楽しかったです。おみちゃん今日はありがとう。うんありがとう。おおこれでこの用事は終わりかおみなえしは渡せたかはいすごく嬉しそうにしてました二人とも。そうか。 今日のところは二人にしてやろう。俺たちも解散だ。ゆっくり休め。はい。アウラさん、今日はありがとうございました。ございました。礼を言われるようなことはしていない。また明日。はい。おやすみなさい。バイバイ。おー、消えた。ふふふ、会話。すっごい幸せ空間だった。ねー。 愛も幸せな気持ちになった。幸せの伝染か、素敵だね。僕も、両親に。どうしたのはじめ。なんか、大切なことを忘れているような。大切なこと大切なこと、忘れることがあるのわからない。でも、忘れたのかも、何も。忘れたのかも、何かを。 えーっとじゃあとりあえず次はトラの王たちか。